のね、結構前ですけども、私夜にね電車に乗ってて帰宅途中に、もう結構深い時間帯だったんで、車内がガラガラで、私が一人あるいは他にもう一人ぐらいでガラガラだったので、一番端っこの席、優先席のとこありますね。でも優先席だけども、優先席っていう表示がないような、そういう席があるんですよね。ボックスじゃなくって普通のね、長椅子の両サイドにあるようなやつで、端っこの車両の端っこの方に3人掛けぐらいの短めのね、サイドについてるような、そういうまあ優先席的な、座席があるんだけども、そこ座っていて、もうガラガラね、で、まあ、駅止まって誰か乗ってきたんですね。2人連れの男性が乗ってきて、で、なんか肩を貸してる、1人が1人に肩を貸してるような、要するに酔っ払っちゃってもうね歩けないんで、1人が肩を貸してどうにか帰ろうとしてると、若めの男性のね、スーツの2人でしたけども、でまあそういうことなんだなと思って、私は私で、まあなんか携帯とかいじったりしてましたけども、座りながらね。そしたらそのね2人の男性がだんだん近づいてくると、で、あ、他の車両にね行くのかなと思って、私の前を通り過ぎて隣の車両に行くのかなと思って、まあ特に気にもせずいたんだけど、急にねその2人が私の前でピタッと止まってしまって、というのもね、その酔っ払ってる方の、フラフラ、足元フラフラの方の人がもう歩けないみたいな感じなんですね。私は歩けないんだったらどっか席座ればいいのにと思ったんだけども、肩貸してる方が移動したいと思ってるのか、あるいはもうちょっと歩けると思ってるのか分かんないけども、もうちょっと粘ってるわけ。でどうなったかっていうと、私の座ってる前にその2人がね向かい合わせに立ってるような、もう非常に近いんですよ、目の前ぐらいの感じです。誰と思って、どうするのかなと思って、私が席譲んなきゃいけないのかなと思ったけども、向こう側対面にも席ガラス切り空いてるし、なんなら車両中ねどこでも座れるようなガラガラの状態だったんで、私が、席譲るまでもないと思ってたんだけども、でどうするのかなと思ってパッて見てたら、いきなりですね、その酔っ払って、フラフラの、肩を貸してもらってる方の男性がですね、口からねエクトプラズムをバーッて吐き出してですね、ビチャビチャっとね私の足元にそのエクトプラズムを撒き散らしたと。で私ちょっと避けましたよね、かかると嫌だから、エクトプラズムってジーパン履いてたんだけど、ジーパンにかかると嫌でしょ、洗濯しなきゃいけないし。でパッて避けて、で、直撃は免れました、直撃はねなんとか免れました。とはいえですね、気分悪いんで、あるいは、座ってらんないでしょ、そこは床一面がねエクトプラズムですから、だから移動立って、ね、移動したんだけども、そのさすがにね、その肩貸してる酔っ払ってない方の男性が、ちょっとすいませんみたいなことを言ってましたけども、謝るぐらいだったら私の前に止まらなきゃいいのにと思ってましたけども、そのね肩を貸してる方の男性もまさかね、まさかということだったんでしょうね。